続いては岩下さん、よろしくお願いしますわ。さあまたお嬢様言葉仲間の岩下さんですわ。私は岩下明美3年よ。それじゃあ私の知ってる話を始めるわね。サンチャ君、自分のことかっこいいと思ってる？いえ、私はかっこ悪いですわ。容姿はクソゴミですわよ。もう謙遜しちゃって可愛いのね。少なくとも自分で自分のことをかっこいいだなんていう人よりは好きよ。はい、いや謙遜とかではありませんので、岩下さん好きになられても困りますわ。私は年下が好きなので。それでね、はっきり言うとサンチョ君って私のタイプなのよ。ちょっと待ってくださらない？何よ、そんなに怯えることないじゃないの。まったく失礼しちゃうわ。それでね、唐突だけどサンチョ君って雨は好き？まったく、またまだ怯えているの？さっきのは冗談よ、冗談。ほら、さっさと質問に答えてちょうだい。なんかあれですわね、今回の岩下さんは今までとキャラが違いますわね。好き嫌いどっちでもない。そうですわね、まあかさばるので、傘持たなきゃいけないのでかさばるので、あんま好きではないですわね。嫌いでいきますわ。雨嫌いなのね。私は好きだわ。特に梅雨の季節は最高ね。今ちょうど梅雨なのでもう最悪ですわね。紫陽花の咲く頃、湿気が高いから生暖かい空気が肌に染み込んでくるの。ぺったりと肌に密着するシャツは風に揺れることもなく、私は服を着てるっていう実感が湧いてとても素敵に思えるわ。それに梅雨の頃はいつ雨が降ってもおかしくないでしょ。雨が降りそうで降らない天気、雲一つない青空なのに突然雨が降り出す天気雨。雨は私をゾクゾクさせてくれるのだ。私は雨の降り続ける世界に住みたいわ。時々ふっとそんなことを思ってしまう。ねえサッチャ君は雨が降っている時傘を差す、それとも傘を差さないで雨に濡れるのが好きかしら？いや絶対差しますわよ。嫌ですわよ、気持ち悪いですもの。あそう、せっかくの雨なのにもったいない。雨は天の恵みなのよ。神様が私たちのためにせっかく降らせてくれているのに、私は絶対に傘を差さないわ。どんな土砂降りでも絶対にね。まあ天の恵みっていうのは分かりますが、ちょっと享受の仕方が変ですわよね。あなたは普通に飲み水とかになるので、そういったところで、まあ、天に感謝をすればいいのではないかしら。空いっぱいの雨を受けて私は天を仰ぐの。そして全身で雨を受け止めるの。素敵よ、とても気持ちいいから。あなたも一度やってみなさいな。雨の降りが弱い時は肌をくすぐるような霧となって私を感じさせてくれる。雨の降りが強い時は激しい雨音とともに私の体を強く打ち鳴らす。雨は生きているわ。あなたにはわからないかもね、この快感は。でもこれから私が話す話は、雨が嫌いでせっかくの雨を傘で拒んでしまうようなあなたにはぴったりの話かもしれないわ。ところでサンチョ君って学校に置き傘してるかしら？していますわ。もちろんしていますわよ。準備もうやっぱ用意周到に行かなければこの世の中では渡りきっていけない。あら用意がいいのね。梅雨の季節は特にそう。なんかなまりましたね今。でもね、置き傘をしていても突然雨が降り出したらその傘を使ってしまうでしょ。めんどくさくてそれでも傘を差さない人は別として、それで次の日が晴れたら置き傘を持ってくるのってついつい忘れてしまうのよね。置き傘を3本も4本もしている人って単に無性なだけよね。まあ確かにそうですわね。まあしてても2本ですわね。私は1本でしたが。だから梅雨の季節は雨が降ろうと降らなかろうと毎日傘を持っていかないとダメよね。普通はなかなかできるものじゃないわ。豆じゃないとね。だから梅雨の季節はよく下駄箱のところで雨宿りをしている人を見かけるわ。濡れてもいいから早く帰ろうとして雨の中を走っていく人もいるわね。でも大抵はそんな人を横目で見ながら雨が止むのを待つわよね。せっかくの雨なんだから思い切り濡れて帰ればいいのに。舌打ちなんかしておもむろに嫌そうな顔でまるで天を憎むように空を見上げてる人。私ああいう人の気が知れないわ。
そんなやつは死んでしまえばいいのよ。雨に対して舌打ちをしただけで死んでしまえばいいってなります？あなた、それはちょっと暴力的ではないかしら。あまりにもすごいですわね、この方。本当にサンチャ君、そんな人じゃないわよね。まあ、はい、そこまでではないですわ。いやね、雨宿りしてる人って。でもね、女の子にとってはそれが絶好の恋のチャンスでもあるのよ。雨宿りしている男の子にそっと傘を差し出す、それが恋の始まりだったっていうパターン、珍しくないのよ。あら、そうでしたの？あら、ちょっと私、置き傘を毎日していたせいで、そういったチャンスを逃してしまったんですのはね、間違いないですわ。私のような人間がモテないはずがないと言いたいところですが、残念ながらモテないのです。現実は非常なのです。私はそういうの嫌だけど。昔ね、立花ゆかりさんっていう人がいたのよ。彼女ね、好きな人がいたの。名前を塚原博士くんって言ったわ。立花さんは決して可愛くない女の子じゃなかったわ。なんかややこしいですね。可愛くない女の子じゃなかった、どちらかというと可愛い子。でもね、飛び抜けて目立つような花ではなかったの。それに引き換え塚原くんはものすごくかっこよかったの。だからモテたわ。いつも女の子の取り巻きがいて、キャーキャー騒がれていた。日本人離れした顔立ちで、目穴立ちがはっきりしていて、まるでモデルみたいだったの。もっとも私も二人とも見たわけじゃないから顔は知らないけれどね。はっきり言って塚原くんってあまり性格は良くなかった。モテるのが当然だと思っていたし、スター気取りだった。だから同性から嫌われていたわ。でも塚原くんはそんなこと気にしていなかったし、逆にそれが優越感でもあり、天狗になっていたわ。そうですわね、こいつは。そういう性格が良くないから嫌われていたんですよね、同性から。性格良ければ同性は結構あれですわよ、そういった容姿とかで嫌いになるとかありませんわよ、マジで。少なくとも私はそういったことないですよね。正直言って嫌なやつだった。それでも立花さんはそんな塚原くんに憧れていたわ。やっぱ顔ですのね。これは悲しいですわね。けれど控えめな立花さんは自分から声をかけるなんてできなかったし、いつも遠くから見ているだけだった。その立花さんに神様はチャンスをあげた。チャンスっていうのかしら。梅雨の季節、傘を持っていなかった塚原くんが雨宿りをしている時よ。私がさっき話したシチュエーション、その時偶然取り巻きは誰もいなかった。そして立花さんは傘を持っていたの。大きな赤い傘をね。こんな絶好のチャンス他にあって、これを逃したらもう一生塚原くんと話す機会なんかない。そう思った立花さんはためらわず塚原くんに歩み寄ったわ。あの、どなたかお待ちなんですか？いや別に、雨が降っちゃってさ、仕方ないから雨宿りしてたんだよね。髪濡らしたくないし、全く嫌になっちゃうよな、このバカゾロがよ。そう言って彼は天を憎むような目で空をなじったわ。あの、どうぞ一緒に入っていきませんか？立花さんはその赤い傘を差し出したわ。あ、そう、悪いね、助かっちゃったよ。君どっちって何かしら。どっちって何かしら。これは SM みたいな感じかしら。ずうずうしい塚原くんはそんな誘いを断るわけもないわよね。あの、塚原さんはどっちなんですか？あれ、俺の名前知ってんだ。参っちゃったな。俺んち向こう。塚原くんが指さした方向は立花さんの向かう駅とは反対方向だったの。あ、私も同じです。でも立花さんはそう言って微笑んだわ。せっかくのチャンスですもの、それくらいの嘘平気だった。そして二人は一つの傘で肩を並べて歩いたわ。立花さんすごく嬉しかった。このまま時間が止まってしまえばいいって思ったの。この幸せが続くんならどうなってもいいとさえ思ったわ。君、名前なんて言うの？立花ゆかりって言います。あ、ゆかりちゃん。ゆかりちゃんさ、どっかで会った？いえ、初めてだと思います。へえ、それなのに俺のこと知ってたんだ。どうして？塚原くんってそういう性格なのよ。私だったら殺しているかもしれない。
おお。いやー、さすが岩下さんですわね、これは。いや、素晴らしいですわ。私も殺してるかもしれませんわ、これは。いやー、すごい。さすがだわ、もう、岩下さん、好きですわ、私、人として尊敬してしまいましたわ、今。でも、橘さんって真面目だったのよね。あ、私、塚原さんのファンでしたから。へえ、嬉しいな。ありがとう。そう言って塚原くんは、橘さんの肩を抱き寄せたわ。塚原くんにとって、彼女のような子は珍しかったのね。どちらかといえば、積極的で、キャキャ騒ぐタイプの子が周りには多かったでしょ。だから、橘さんのような子は、新鮮に映ったのね。ゆかりちゃんって可愛いな。俺、彼女にしてもいいよ。もちろん、冗談半分に決まっているわ。ほんの軽い気持ちで誰にでも言っているセリフ。それでも彼女にとっては違ったわ。立花さんは今にも心臓が飛び出しそうだった。嬉しくて嬉しくて気が変になりそうだった。そしてこれが夢じゃないことをお祈りして神様にありがとうって言ったの。よければさ、これから俺ん家に遊びに来ない？俺、ゆかりちゃんのことをもっと知りたいし、気が合いそうだからさ。立花さんは断るはずもなかったわ。二つ返事で彼の誘いを受けたわ。悪魔の誘いをね。本当ですわね。この絶対ダメですわよ。言っちゃこんなの。ねえ、サンチョくん。あなた、この塚原くんってやつのこと、どう思う？ひょっとしてあなたに似てたりしてね。いや、絶対似てないですよ。気に食わないやつだ。男なんてみんなそうさ。人のことにはあまり関わり合いたくない。いや、これは、もう正直に気に食わないですわね。こんなやつ絶対許せませんわ。ふふ。そう、私の質問に答えてくれてありがとう。岩下さんってなんか質問して返すと必ずではないですが、結構な確率でお礼言ってくれますわね。律儀ですわ、この方は。猟奇的ですが、それじゃあ話を続けましょうね。え？これなんで突然布団が映ってるシーンになりますの？これ大丈夫かしら？これ変な描写入りませんわよね。立花さんは塚原くんについていったわ。そして彼の家に上がり込んだの。これ大丈夫かしら？両親はいなくてね。まあそれが分かっていたから彼も誘い込んだんでしょうけど。うわぁ、これは、もう蜘蛛の巣にかかった蝶よね。もう表現もあれですわね。確実に。逃げようと思っても彼は逃がしてくれないでしょう。でも立花さんは逃げる必要はなかったから。逃げようなんて思えなかったから。彼女もまた幸せだったんです。塚原くんと二人っきりになれて、これ以上の幸せないものね。立花さんはもう塚原くんの言いなりだったわ。あらら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 。っていうかですわよ。こんな、ねえ、そんな、ほぼ初対面みたいなレベルで、ね、傘さして、家まで送ってって、じゃあ家来なよって言って家来て、ねえ、なんかこう、そういう感じになっちゃうって、ちょっと立花さんもどうかしら、これは。もちろん塚原が全面的に悪いですよ、これは。うん、間違いなく遊びのつもりですしね。でも立花さんももうちょっと自分を守ってほしかった。私はそう思います。流され系ですわね、この方は。ダメですわよ。本当に幸せな日々だった。学校でも彼女は塚原くんにべったりだったわ。でも取り巻きの連中は怒りもしなかったし、立花さんに文句を言いもしなかった。ただ遠巻きに見てせせら笑っているだけ。まるで結末を知っているかのようにね。まあそうですわよね。この遠巻き連中は正直、もう遊びのつもりで塚原くんと一緒にいるみたいのはありますが、違いますものね、立花さんは。で、この塚原も、遊ぶ前提ですからね。それを、ちょっと、彼女だけは分かってない感じですわね。そしてその結末はすぐにやってきたの。塚原くんが立花さんに飽きるのに一週間もかからなかった。はぁー、ちょっと許せませんわね、これは。私だったら一生ですわよ、これは。ひどすぎる、これは。もう、悲しい。私は悲しい。結局は自分の言いなりになるだけで、真面目で面白くもない女の子とは話が合わなかったんでしょうね。立花さんはあっけなく捨てられたわ。
立花さんには何が起こったのか分からなかった。自分たちはすぐには理解できなかった。突然塚原君の態度が冷たくなったんですもん。冷たくなったというよりも無視するというか、汚いものでも見るような目つきに変わってしまったの。なんでそんな、ひどい、これはひどい。彼は表面上は取り繕って笑っていたけれど、立花さんには彼の心が手に取るように読めたわ。お前は邪魔なんだよ、俺の前から早く消えろよ、ってね。立花さん真面目だったし、男性と付き合うのも初めてだったわ。だからどうして彼が表現したのかわからなかったの。電話にも出てくれなかったし、学校であっても口も聞いてくれない。2、3個とうまく交わすだけですぐに他の女の子たちの方へ行ってしまう。それでも時間が経つにつれ、彼女は自分が捨てられたって現実に気づいた。自分がただもてあそばれたってことにね。だけど彼女は塚原君のことが忘れられなかったの。それほどまでに彼のことを愛していたのね。そして二人で過ごした一週間は夢だった。神様がくれた贈り物だったって思うようにしたの。そしてまた遠くから彼のことを見るようにしたの。そうすれば彼の邪魔にもならないし、嫌われることもなくない。ねえ、サンチョ君。あなたそんな立花さんのことをどう思う？可愛いと思う。ちょっと変だと思う。怖いと思う。それが普通だと思う。でも、もう、なんでしょう。遊ばれてたって分かってるのに、しかも、塚原君の性格は最悪だって分かってるのに、まだ好きでいるとか、ちょっと、私は考えられませんわね。変ですわ。これは変。変ですわよ。そう。あなた、そういう純真な心の人は、ちょっと変だと思うんだ。純真っていうかね、ちょっと、なんて言いますの？ちょっと、汚い言葉になるので言うのやめましたわ、今。まあ、そういう人も多いかもしれないわね。ありがとう。私の質問に答えてくれて。あ、また俺、言ってくれましたわね。岩下さん、本当に律儀ですわね。これ岩下さんの話とかだったとか、そういう話じゃありませんわよね。私、変とか言ってしまったのですか？大丈夫かしら？ごめんなさいね。話を続けるわ。でも神様っていたずらが好きね。立花さんにもう一度チャンスを与えたんだから。もうそのチャンスに乗るのやめた方が絶対いいですわよ、これは。それは梅雨も終わりに近づいたところだった。塚原君は置き傘なんて置かないタイプかもしれないわね。絶対置きませんわよ、こういうタイプは。だって取り巻きの女の子がいるから、その子に入れてもらえばいいとか、なんならあれですわ、新しい女に手を出すチャンスだとか思ってますわよ。また雨宿りをしていたの、たった一人でね。ほら、間違いなくそうですわよ、これ。そして立花さんは傘を持っていた。大きな青い傘。立花さんは迷ったわ。困っている塚原君を黙って見ていることはできない。でも自分が出て行ったら彼は嫌がるかもしれない。でもね、結局彼の困っている姿を見ていることができなくなって飛び出したの。この傘使ってください。最初彼女の姿を見てムッとした彼だったけれど、すぐに笑ったわ。ほら、邪魔すんじゃねえって感じですわよ、これきっと。俺は新しい女を引っ掛けるんだって思ってたんですわよ。あ、悪いね、一緒に帰ろうか。彼女は一緒に帰るつもりはなかった。それでも強引に彼は一緒に傘に誘ったの。彼女はとっても気まずかった。それでも彼は勝手に喋ったの。いやー、ごめんよ。最近時間取れなくってさ、忙しいんだよね。何かとさ。わかるだろ？俺みんなに優しくしてあげたいんだよね。別に好きとかそういうのじゃなくてさ。な？だから俺はゆかりちゃんのこと嫌いになったわけじゃなくってね。そう言いながら突然キスしようとしてきたの。うわ、もう都合のいい女だとしか思われてませんわよ、これ。やめてください。突然のことに立花さんは驚いて拒んだわ。よくやった、偉いですわよ。ちゃんと拒まないとダメですわ。流されちゃいけませんわよ。立花さんは今でも彼のことが好きだったけれど、彼が遊びだということはもう分かっていたから、お互いが好きでなければキスをするなんていけないことだと彼女は思っていたのに。あら、その辺は真面目ですのね。それで塚原君を突き飛ばした。彼は正直言って面食らったわ。今まで女の子に拒まれるなんてことはなかったからね。最初は笑って取り繕おうとしたけれど、彼のプライドはえらく傷つけられたの。それで彼女に襲いかかったわ。ふざけんじゃねえぞこの山！
あら、これはあれですわね。DV するタイプでもありましたわね、塚原は。はあ、最悪の男ですわ。立花さんは驚いたわ。優しいと思っていた塚原くんが、ものすごい顔で襲いかかってきたんですもの。彼女は無我夢中で傘を振りました。やめて、やめてください。突然彼女の手に鈍い手応えが感じられた。傘を持つ手が突然重くなって何かを捕まえた感じ。あら、うぎゃ。塚原くんがうめいていた。見ると傘の先端が彼の左目に突き刺さっていたの。そこから流れ出る血が青い傘に赤い模様を刻んでいた。この野郎、ぶっ殺してやる。もう塚原くんはなりふり構わなかった。傘の先端を左目から引き抜くと、そこにはぽっかりと黒い穴が開いていたの。目玉はずるずると神経ごと引き抜かれて、それが傘の先に突き刺さったままだった。すごいですわね、これは。立花さんはあまりの恐ろしさに固く目を閉ざし、とにかく傘を突き出したの。わけもわからず何度も何度も傘を突き出したの。その度に何か重いものに当たる感触が伝わってきたわ。重くて柔らかいものに突き刺さる感触。しばらくして立花さんは恐る恐る目を開いたわ。目の前には塚原くんが転がっていた。ピクリとも動かず、顔も体もめった刺しにされて血まみれになって死んでいた。傘すごいですわね。先端えりすぎません？その顔はまるで鳥についばまれたようにぐしゃぐしゃになって、肉片がところどころめくれていたの。わお、すごいですわね。もう自慢の顔もこれではぐちゃぐちゃですわね、きっと。見ると青い傘も真っ赤に染まっていた。根も茂と怖くなかった。ペタリと尻餅をついていた彼女は、赤く染まった青い傘を支えにヨロヨロと立ち上がった。そして完全に動かなくなった塚原くんの死体に何度も何度も傘を突き刺したの。鼻と歌いながらね。そして彼女は自殺したわ。あららら、ちょっとおかしくなってしまったんですのね、かわいそうに。もう 100% 被害者なのに、こんな結末あんまりですわね。自分の喉に傘を突き刺して死んでいたそうよ。すごいですわね、それ。そんなことできますの？できなくない？すごいですわね。自分の喉に傘を突き立てるなんて普通できないそうよ。そりゃそうですわよ。痛くて最後までできるものじゃないでしょう。でもね、彼女はやり遂げたの。発見された時、彼女の喉は前から後ろにかけてしっかりと貫通していたそうよ。すごっ。きっと死ななければならないと思ったんでしょうね、彼女真面目だからってか。そしてより痛みを感じることで自分の罪が償われると思ったんでしょうね。だから彼女は痛みに耐えて傘を突き刺したんじゃないかしら。私はそう思うの。別れ話のもつれた女性が男性を殺して後追い自殺をしたという結論で片付けられたわ。まあ、結構ありそうな結末ですしね。本当は違うのにね。ただ不思議なのはね、現場に落ちていた凶器の青い傘。最初は赤い傘だと誰もが思ったそうよ。どうしてかというと、雨が降っていたのに傘の血が洗い落とされなかったんですって。すごいですわね、呪いのアイテムになってしまいましたこれ。傘を染め抜くように色素が沈着していたんですって。これで立花さんの話は終わり。でも立花さんが死んでから変なものが現れるようになったんですってよ。雨の日になるとね、校門のところに傘を持った女子高生がひっそりと佇んでるんですって。まるで傘を持たない誰かさんを待ち伏せているようにね。彼女ね、青い傘と赤い傘を持っている時はあるんですってよ。一体誰なのかしらね。私にはなんとなくわかるけれど、サンチャ君、あなた気をつけた方がいいかもね。立花さんはきっともう塚原君のような男には懲りたでしょうからね。次はあなたみたいな男の子を好きになるかもよ。おお、すごい笑っていらっしゃる。でもあなた、立花さんのこと変な子だと思っていたでしょ。気をつけた方がいいわよ。一途で真面目な子ほど怒らせるとどうなるかわからないから、くれぐれも女の子からの告白には気をつけることね。軽い気持ちで遊ぼうなんて思っていると私だったら殺すわよ。はい、肝に銘じておきますわ。
さあ次の人の話を聞きましょうか。いやでも私は遊びとかありませんからね。相手はどうか知りませんが、私は一途なので。